それでは今日の問題を解いていきましょう。今日の問題はこんな図形の問題です。長方形のですね、上の方をこんな風に折り返してあげて、折り返した部分の長さだけが分かっているときに AB の長さを求めてくださいという問題です。図にはね、こんな風に矢印で書いてあるんですけれども、この問題、高校受験ぐらいのレベルの問題みたいなんで、こんな風に折り返しっていうことで折り返してるわけですから、この辺は直角なわけですよね。で、次に何を考えていくかっていうと、ここの角度をとここの角度を考えると、こんな風に角度がこことここという風になっていくということが分かって、答案であればきちんと書く必要がありますけれども、3つの角が全て等しいということで、三角形 ABP と三角形 PCE っていうのはどういうことかというと、いわゆる相似になるわけです。ここまでスラッと出てくれば、そんなにもうあとは難しくなくてですね、相似ということであれば相似の比を求めてあげたいわけなんですよね。折り返してますから、ここの長さが12、ここの長さが6ということなので、AP 対、PE ですかねの、辺の比ということを考えてあげればいいわけです。そうするとこれは12対6ということになりますから、相似比は2対1ということがわかるわけです。じゃあ、あとはですね、この相似比を使って長さを求めていくわけなんですけれども、長さの指針となるものをいきなりこう計算したりできそうにないんで、X とか Y とか使っていきます。ここの長さを X とすると、2対1ですから、ここの長さが 2X。次はですね、もう一箇所わからないこのちっちゃい三角形のここを Y とすると、こちら側の三角形のここが 2Y というふうになるわけです。これで、上下の辺の長さとか左右の辺の長さというものを見比べてあげて、2つの式を立てていきます。まず上下の辺の長さで比べると x プラス 2y というのが12というふうになっていることになります。次に左右で考えると y プラス6が 2x というふうになっているということになります。ここまで来たらもう、連立方程式を解くだけなのであまり難しくはありませんので、式を整理して連立方程式を解いていきたいと思います。まず x と y を左辺に寄せてあげる感じですかね。こんな風に式を見慣れた形に整理してあげて、あとはそれぞれの式をですね、変数が消えるような感じで倍にしてあげて、下の式を2倍してあげて、具体的には多分足し算ですね。足し算をしてあげると 5x イコール24というような形になって、これで x というのは5分の24だということがわかります。そうすると今度は y イコールという形で考えると 2x マイナス6ですので、5分の48引く5分の30ですね。なので5分の18ということがわかります。よく考えてみたら y の方を別に求めなくても AB の長さは求まるわけなんですけど、なんとなく y も求めてしまった感じです。
したがって AB というのは 2X ですんで5分の 24×2 ということで5分の 48 という長さが出てくるわけです。 X だけではなくですね、 Y も求めておくと上の長方形のいろんな部分の長さがわかるので、AB だけではなくですね、例えば長方形の面積であるとか折り返した部分の台形の面積なんかも求められると思うので、ぜひ試してみてください。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。